皆さん、こんにちは。中共の最高指導者、習近平総書記について、三中全会の最中で、脳梗塞が発病したとか、あるいはですね、臓器移植の手術ですね、失敗したとか、あるいは精神病にかかったとか、などいろんな噂がありますが、中共政府は今まで電話を打ち消すようなことはしてありません。だから習近平の状況について未だにまだ謎です。で、習近平も最近顔を出してないですので、確認することができないです。しかし習近平は永遠に隠れていることはできないでしょう。で、習近平の真実の状況を暴露できるようなですね、ことはそろそろに発生するようです。まだですね、最近中国のその、ある定年退職の大学教授が、軍事委員会の副主席二人に向けて、公開状を発表しました。大体今ですね、連邦制で、台湾のその、祖国統一を図る。提案をしたので、今日はですね、この二つのことについて送ります。まずは習近平のことについてですけれども、ロイター通信の12日の報道によると、ベトナムの共産党のトップですね、書記長、トーラム氏が、今月18日から2日間、中国を訪問して、習近平をはじめとする中国共産党のその高層幹部と会談する予定となっています。で、このことは、中共政府は報道してありませんが、ベトナムのその二人の高層幹部と、ベトナムのその首都、ハノイに在住する中国の外交官からは、確認できたそうです。これはベトナムのその共産党のトーラム書記長が、8月3日に就任している初めての海外出張ですので、習近平は自らトーラム書記をと会談しないことはないでしょう。すると習近平は必ず顔を出さなければいけないでしょう。で、習近平は、ベトナムとの、中国のベトナムの関係は他の国と違うのでですね。だから、習近平が、まず、ベトナムのその、トーラム書記長もですね、わざわざと、習近平に会うと、挨拶のためにですね、来るので、習近平が顔を出さないことはないでしょう。もちろんですね、習近平にも、その、影武者があるので、そのらの人が出てくるかもしれない。とにかくですね、待ってみてみましょう。習近平はですね、7月18日に三中全会が終わった後ですね、3回、動画で顔を出したことがあります。第1回目はですね、7月20日、その前日にですね、ベトナムの前任の最高指導者、チョン、共産党の書記長が亡くなったんで、ためですね、その弔問のために、北京にあるベトナムの大使館に行ったんですね。その動画が公開されました。まだですね、これは第1回目。第2回目と第3回目は同じ日にですね、7月29日です。顔を出したんですけれども、一回は中国訪問中のそのイタリアのメローニ首相とのその会談すること。まだ同日ですね、東ティモールのポルタ大統領が会談したことあるんですけれども、いずれもですね、この3つの動画については、多くの人は信じないですね、真実のものではないだと。これは、一つはですね、AI で合成したものではないかとですね、編集したものも一つはですね、影武者ではないかといろんな言い方があるんですが、みんなでその根拠を出してあります。また中国政府もですね、27月29日の習近平がですね、中国訪問する2つの国のその首脳と会談したものは報道したんですけれども、その報道するときにですね、
もちろんですね、20日のですね、ベトナム大使館に行ったものも報道したんですけれども、29日に報道するときですね、これは三中全会の後ですね、習近平が初めて、その、顔を出したと、報道したので、これは自己矛盾ではないかとですね。だからいろんな、こう、信用ちょっとできないような情報があるのでですね、これは3つの動画が出てきたんですけれども、これはみんなに認められてないということです。まだですね、その後の、習近平だけではなくですね、最近は、中共の最高指導者7人ですね、全部顔を出してないです。これはですね、今、中共は毎年ですね、7月下旬から8月の上旬にかけてですね、約2週間、北戴河というところでですね、非公式の会議が行われています。これは中共の長老たちと中共の高層幹部がですね、夏休みを兼ねて非公式なその会議をやってるんですけれども、これはですね、いつも重要なことはですね、ここで非公式の会議で決められます。特にですね、人事変動とか、高層幹部のその人事変動、誰をですね、次回は、誰が部長になるかですね、そういうことをここで議論されるのですね、これはとても大事な会議になります。これがですね、普段は7月下旬から8月上旬にかけて、行われるんですけれども、今年はですね、例外に8月3日から、行われてます。だから18日ぐらいに終わるんですけれども、この時間がですね、延期された事態がおかしいので、これは習近平の健康状況と関係があるんじゃないかとも言われてます。まだですね、この会議でですね、今、習近平に、をめぐってですね、いろんなですね、内部闘争が激しく、行われていると言われています。だから習近平の、今はですね、習近平のその、3つの肩書きですね、共産党の総書記と国家主席、軍医、主席という3つのその肩書きがですね、全部奪われるんだと、今回の会議でですね、その噂もあります。具体的に誰が何をやるのかもですね、あるんですけれども、これは確認できないことなので、まだですね、会議が始めた、その時点でですね、この会議が終わった時点で19日に、結果が出るんだと。あとの、情報もあったのでですね。それが、会議終わるのが18日頃だから19日になるんだとですね、言われています。まだですね、これは偶然かどうかわからないですけれども、その19日ということは、ちょうどベトナムの、その、トーラム職長がですね、中国を訪問する時間と一致するんですね。だからこれは、ベトナムの、その、こう、職長が中国を訪問するということは、中国は、公開してないですけれども、必ず中国政府の許可を得て訪問するんでしょう。そうすると中国政府は必ずこの時に習近平は顔を出すことを多分確認できたのではなくて、その自信があるからですね、許可したのではないかと考えられます。これがですね、最近のその習近平の状態なので、とりあえずですね、一回見てみましょう。習近平には必ず問題があるのは、これは間違いないと思います。特にですね、イスラエルとイランの問題についても、またウクライナがロシアを侵攻しているんですけれども、これらのことについて中共政府が黙っているのを見れば、習近平には何かも、習近平の指示がないですね。だから習近平には何か問題があるんじゃないかと考えられます。次にですね、大学の教授が、軍事委員会の副主席2人に、書いたその公開状ですけれども、13日ですね、13日、中国人民大学の政治学部の元主任ですね。中国では主任というと日本の主任と違います。主任はですね、その学部のトップになります。トップになるのですね、今、引退したですね、引退したので、その教授の名前は、
冷杰普とですね、レイ・ケツ・ホープという教授ですけれども、彼がですね、軍事委員会の副主席二人、張友京と海江戸氏にですね、向けて公開状を発表したんです。で、彼はですね、公開状の冒頭でですね、自分は中国の最高指導者習近平が病気にかかったという情報をインターネットから知ったとですね。だから、これはですね、口実でしょう。インターネットではなくて他のルートでは多分知っているんですよね。だから、こんな状態で共産党と国家、政府ですね、また軍隊の責任がこの二人の将軍にですね、将軍が担うようになったので、その公開状をこの二人に送るんだと書きました。それでですね、自分のことを簡単に紹介して、これはですね、かなり年取っている人みたいです。写真から見てもですね、自分は解放軍に参加して戦争したこともあるんだとですね、と書いてあるので、多分、今は90歳以上になったと思います。で、彼はですね、毛沢東から習近平までの独裁をですね、褒めたんです、最初は。これみんな偉いだとですね。だからこのように書かなきゃいけないからですね、書いたんでしょう。それでですね、内容を書いたんですけれども、実はですね、自分が、レイ教授はですね、2012年9月にも、その胡錦涛と習近平向けにこの公開状を発表したことがあるというわけです。で、2012年9月ということは、習近平が、共産党のそのトップになる。共産党のトップですね。また国家主席になってないこと。ですね、その時にこの公開状を習近平と胡錦涛に向けて、ね、発表したことはあるんですけれども、その主な内容は、連邦制でですね、台湾のその祖国統一を実現することですね。だから、中華民国と中華人民共和国という二つの国を同時に放棄してですね、連邦制で祖国を統一しよう。ですね、提案したんですけれども、当時の胡錦涛と習近平はですね、この自分の意見をですね、支持してくれたと。また、胡錦涛と習近平がですね、この李教授に、政治局、政教ですね、政治局協商会ですね、政治局協商会のその副主席を担当してですね、このことを進めるように、習近平と胡錦涛にその提案されたんですけれども、その時は悪い人たちに妨害されてですね、できなかったとですね。で、今回、再びこの同じ内容を公開するのは、今、共産党が直面している情勢がですね、非常にその厳しいからだとですね。で、その例を挙げました。厳しい例をですね。例えば、2年前に北京ではですね、高架橋で共産党反対するスローガンが掲げられたですね、習近平はですね、やめろ、共産党やめろと。そういうスローガンが挙げられたんですけれども、その後一部の大都市では、そのスローガンですね、そのスローガンを掲げて共産党反対するパレードが行われたと。だから共産党は今ですね、決して、これらのことを共産党にとっては決していいことではないとですね。だから、永遠の与党はないんだと。共産党もですね、永遠に独裁することができないんだとですね。だから共産党は必ず終わるというのがあるんですけれども、その共産党の結末はですね、二つあるんだと。一つは、転覆されること。もう一つは、共産党自らですね、独裁政権をやめて、歴史の舞台から去ることだったですね。で、この二つが、の結果があるんですけれども、この二つの結果によって、さらに結果が違うんだとですね、効果は。例えばですね、転覆の結果は、例えば転覆された場合は、共産党にとって非常に悪いことになるんだとですね。例えば、共産党の歴史は全て否定されるんだと。ですね。またです、共産党のその構想幹部は犯罪者に扱われる。それでひどい目に遭うんだと。また一般の共産党、およびその家族も悪者に扱われるんだですね。で書いてあるんですけれども、まあ、このようになればいいですけれども、結果になるかは、
なれないかみたいなんですね。例えば共産党の歴史は否定されるかされないかもですね、その時になって多分評価しなきゃいけないですね。まだですね、もし、自ら独裁政権を辞めると、その結果はですね、共産党のはですね、共産党は功績を立てることができるんだと。なぜかというと、平和に、統一させたからですね、共産党自ら自分の歴史を終えてですね、次の歴史に、入るようにしたと、させたと。だから共産党には功績があるんだと。また共産党のその栄誉を保持することもできるんだと。また共産党員も粛清されることがなく、普通の人と同じく生活することができるんだとですね、書いてありました。で、まだですね、李教授はですね、習近平主席はですね、いつも平和な手段で、台湾のその祖国統一問題を解決することを主張しているんですけれども、下の具体的にその操作する人たちが台湾海峡の問題を悪化させているんだと。しかし彼らはですね、悪化させているんですけれども、いかなる問題も解決できないんだと。と書いてあります。で、レイ教授はですね、中華連邦共和国についてですね、自分の考えを述べたんです。で、述べて後ですね、習近平主席が今病気中なので、もし張勇強とですね、カイエイト、その二人の将軍がですね、見てもってくれれば、許可してくれればですね、自分がですね、自ら具体的に操作すると述べました。で、これがですね、李教授の主なですね、内容ですけれども、公開中の主な内容ですけれども、全体的に見ればですね、李教授の提案は悪くないです。またですね、知恵的です。例えばですね、共産党の結末二つについて、もし転覆されるか、あるいは自ら独裁政権を辞めるかと書いてあるんですが、その二つの結果についてですね、例えば、転覆されたらそれは、李教授の話と多分ほとんど同じくなるんですね。共産党はみんな粛清されて殺されるかもしれない。しかし、自ら独裁政権を辞めれば、共産党はですね、存在できるかどうかはですね、問題です。李教授の話と多分違うと思いますね。中国人は多分共産党をの存在を多分許可しないと。共産党の歴史ですね、全部ですね、否定しなければいけない。中国を今の状態になったのは共産党のせいだからね、中華民国そのままにいったら、中国共産党が中華民国を分裂させなかったら、今の中国、中国大陸はですね、今の状態ではならないでしょう。台湾と同じ状態になるんです。それよりもっと優秀な国になるかもしれない。だから中国人民がですね、共産党を許すか許さないかはですね、別のことです。しかしですね、李教授はこのように言わなければいけないんですね。言わなければ、二人の、軍事委員会の副主席に認められないからですね。もう一つはですね、習近平主席はいつも平和な手段で祖国統一問題を解決することを主張していると書いてあるんですけれども、これは明らかに習近平を怪す言葉でしょう。習近平が、武力で台湾の攻撃しようとすることは、みんなが全世界が知っているんですね。胡錦涛の時代もなかったんですね。江沢民時代も、攻撃しようということがあったんですけれども、習近平より、その考え方が強くなかったんですね。しかし、李教授はですね、このように言わなければ、習近平に認められない。まあ、他の共産党の高層幹部にも認められないからね。だからですね、このように話していると思います。また、李教授のこの文章が公開されてからですね、李教授はですね、警察にですね、まだ呼ばれてないみたいです。
だから今の状況はちょっと変わっているみたいです。習近平のその健康状況に関係があるとも考えられますけれども、今はこの状態なのでですね、今日は二つのこと、一つは習近平のこと、もう一つは大学の元教授がですね、台湾問題解決する方法をですね、二人の軍医、副主席に対して向けてですね、公開状を発表したことについて送りました。今日の話をここまでにします。ご視聴ありがとうございました。